絵は、日本語の音節の一つであり、かなの一つである。一モーラを形成する。五十音図において、第十行第四段に位置する。現代では、絵と同じ発音である。ただし、当初の発音は、ェ、現代、かな遣いでは、絵は使われず、代わりに、絵と書かれることが多い。絵の筆順、絵の筆順なら時代には、絵は、ウィーと発音され、あ行の絵は、イー。 と発音されて区別されていた。また、野行の絵も、樹、と発音されて区別されていた。万葉仮名では、絵を表すための万葉仮名として、先、面、巡る、恵みなどが用いられた。あ行の絵は、万葉仮名では、衣、胃、藍、えのきなどが用いられ、また野行の絵は、に、こう、吉、ええ、枝、のべ、よう、よう、あきらなどが用いられて、 互いに区別されていた。漢字音では、語用音の、クエ、クエという字音があり、それぞれ、kw、w と発音され、け、げとは、区別されていた。平安時代に入ると、阿行の絵とや行の絵が合流するものの、まだ、それらと、絵は、区別されていた。11世紀中期から後期頃の成立と考えられる。いろは歌には、いろはにほけとちりぬるおわがよたれそつねなら、 無意の奥山京越えて朝木夢見しへひもせすとあり、阿行の絵と夜行の絵が合流するものの、絵は、区別されている。広瀬里氏による、失誕幼衆記には、赤沙の浜やらは一員、池七にひみり一員、うくすつねふむゆる一員、おこそとのほもよろ一員、えけせてねへめれ一員とあり、夜行の絵、和行の尾が省かれている。このことから、当時の音韻状態は、阿行の絵と夜行の絵や、 阿行の音とアの音は区別を失い同音になっていた一方、阿行や行の絵と阿行の絵は依然として区別されていたという状態だったことがわかる。阿行の絵とや行の絵は10世紀後半以降同音になったとみられる。合流した阿行とや行の絵については、阿行の絵の発音が十に変化して、もともと十だったや行の絵に合流したとみられている。のを表すは使われなくなっていき、 絵に統合された和名類受賞には、机和名と被災とあり、本来は、野行の絵を含んでいた、机を、机と語記した例がある。このように、あ行野行の絵と和行の絵を混同する例も出てきて、いたが、平安時代にはあまり混同は多くなかった。五中の波行音が、和行に発音される現象が、奈良時代から散発的に見られ、11世紀初頭には、一般化した。 この現象により、語中語尾のへの発音がいからびに変化し、えと同音になった。これにより、語中のへとへの使い分けに混同音が見られるようになった。12世紀末には三強指揮中に弱すをえはすとする例があるなど、えとへの区別を失うものも参見されるようになる。鎌倉時代に入るとえとへの混同が顕著になり、13世紀に 入ると絵と絵は統合した。絵が、ウィーから、ジュに変化することによって絵と合流したと考えられている。また、漢字音の、クエ、グエもそれぞれ、ケ、イと発音されるようになり、ケ、ゲに合流した。行やいくつかの音節の統合により、 同じ発音になった金が多数生じ、金遣いに同様が見られるようになった。藤原定家は、下官の集の、いやもじじで60ほどの語例について、お、お、え、え、え、ひ、い、いの金遣いの基準を示した。定家の金遣いは11世紀後半から12世紀にかけて書写された金の文学作品を基準としたものと、見られるが、 藤原定家が基準にしたものにはすでに破行転庫が生じて表記が動揺していたものも含まれており、本来は、へである、行方が、えとされ、本来は、えである、えが、えに、こ、うえ、よいふが、へとされるなど、もともとの発音とは異なる表記が採用されたものもあった。南北朝時代になると行話が、金文字使いを表し、対象語数を千語以上に大幅に増やした。 以後、金文字使いの金遣いが、定価金遣いとして一般に広く受け入れられた。定価金遣いは特に和歌やレンガなど、歌道の世界で広く使われたが、それ以外の分野では、絵、絵及び、語中、語尾の木、への書き分けが混同したものがしばしば見られる。16世紀のキリシタン史料における、ローマ字表記では、元々の絵、阿行の絵、や行の絵はいずれも、五刀、語中 語尾に関わらず、入れ書かれており、発音が、いずれも、十、だったことがわかる。江戸時代の慶中は、万葉集、日本書紀などの城代文献の金遣いが低下、金遣いと異なることに気づき、源の順の和名類受賞以前の文献では、金遣いの混乱が見られないことを発見した。そこで、慶中は、和字昇乱章を表し、上代文献の具体例を挙げながら、 約3000語の金遣いを明らかにして、金遣いの乱れが生じる前の上代文献に基づく、金遣いへ回帰することを主張した。慶中の金遣いは、慶中の没後に次第に一般に受け入れられていき、定下金遣いでの誤りの多くが正された。一方、元織のりは、ジオン金遣いを研究し、ジオン金洋格でそれを完成させたが、 この中で合用音のうち直音との発音の区別が当時まだ残っていた、クア、グアのみを残し、クイ、グイ、クエ、グエはそれぞれ現実の発音に従って直音のキ、ギ、ケ、ゲに統合させた。18世紀中頃には、エやへの発音がジュ、からイいに変化し、現代と同じになった。明和8年に上方で成立した王極映画賞には、 後輩より少ず、こうという時下に触れて最初に微妙なるいの音そひて、こうといはるとあるが、この本は実際の口語と異なる洋曲の発音を教えるもので、あるから、すでにこの頃には、髪型の口語でも、E になっていたと見られる。乱語辞典を写したと言われるメドハーストの、A は、和英語意には、A、え、えのラテン文字化として、E とともに、E の表記が見られる。 ヘボンは日本語のラテン文字表記の際に、当初はメドハーストに習って絵をイと表記したが、後の第3版では現状に合わせて絵をイに変更している。明治6年には、慶中の金遣いを基礎に、古文献を基準とした歴史的金遣いが、小学教科書に採用され、これ以降学校教育によって普及し一般に広く用いられた。 自音仮名遣いは、元おりのりがのものを基本としたものが使われた。しかし、昭和21年には、氷音式を基本とした現代仮名遣いが交付され、現代の発音を反映した仮名遣いが採用された。これにより、歴史的仮名遣いにおける絵は、すべて絵に書き換えられ、絵は、一般には使われなくなった。現代仮名遣いでは、歴史的仮名遣いにおける絵を、すべて 絵に書き換えるため、通常、絵が用いられることはない。ただし人名など固有名詞においては稀に見かけることがあり、現在戸籍において、命名や解明の際、絵、絵の使用は認められている。現代の用法として、日本神話の神である、エビスの表記に使われることがある。例えば、京都には、京都エビス神社という名の神社が存在する。固有名詞における用例としては、 パッケージにエビス紙が描かれたエビスビールが著名である。エビスビールはローマ字ではエビスと書くが、これは幕末から明治初期に絵、絵がどちらも意と書かれることがあった名残である。他にもエビス紙の名を冠した固有名詞に絵が使用されることがある。企業名としては大手食品メーカーの SB 食品が1994年に対外的な名称を sb 食品に変更するまで、この表記を使用していた。作品のタイトルとしては、エヴァンゲリオン新劇場版などに使用されている。また、俗語的用法として、面白半分で絵を置き換えて使う場合に使用されることがある。この場合、歴史的金な遣いで、絵出ないものでも、絵に置き換えられることがある。自動車用ナンバープレートにおいては、発音が絵と同じである上、あざがたが、 ルによく似ているため、絵は用いられない。外国での土産物等での日本語表記では、本来では、ルのはずの部分に、絵が、しばしばご用される。守るの、艦隊アザン、は、守るの歴史的仮名遣い、エイが中国に伝わり、この、絵が変化してできたものとされる。沖縄方言を表記する際に、絵が使用されることがある。また、アイヌ語を仮名表記する際にも、絵が使用される。 歴史的仮名遣いに基づいた五重音順に示す。一下に示した語の、絵は、現代仮名遣いでは、すべて、絵に書き換える。発音は、標準語や東京方言では、語頭語中、語尾にかかわらず、すべて、いいである。また、漢字音における、くえ、ぐえは、江戸時代以降の字音仮名遣い、および現代仮名遣いでは、それぞれ、け、げに書き換え。発音は、 である。でしつげ。上、え。うえ。え。つえ。え。え。ともえ。ほほえむ。ゆえ。ゆえん。えかく。えくい。えくる。えさ。よいふ。えみ。えむ。ほる。える。えんじごおん。編集さじ。か。けつ。り。き。かい。け。はい。むし。かい。かい。け。かい。かい。から。かい。け。かい。き。 かかり、つごもり、うちぎ、き、かい、かい、け、ほこり、くつ、かたまり、まかない、うちぎ、かい、さきがけ、かい、ねや、かい、かがやき、くひ、さき、ひのき、おじゃます、き、きつ、そと、かわら、そう、はな、くひ,くひか、かい、かい、かんば、かんば、はのき、くひ、はい、き、ち、きつ、きつ、きつ、さけ、ば、けけ、きつ、あな、かつ、かつ、くつ、

めっくる、くっか、しこ、あ、い,あいめっい、めくみ、かい、じゅん、あ、ぜ、え、みた、くいくま、け、け、は、のし、きくっえんじ、かい、さと、し、くるぶし、かい、ふところ、ま、もる、え、け、つ、え、つ、こ、し、えん、いん、いん、ばん、えん、ふち、ひめ、えん、ばん、かん、ばん、ばん、かんを、ん、へん、ちゅまき、あ、に、けい、ひかるけけ、けい、けい、 きらかつら、けめくみ、あぜ、うちぎ、ほたる、けえ、けけねや、さとち、さけ、けつ、けえ、もつ、げき、あな、けつ、けつ、けつ、ばけ、ほり、けつ、けつ、ばらび、けけつ、けつ、き、いぬ、げん、げん、げん、まき、げん、げん、げん、こぶし、まっぱゆ、げん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 、まくりけん、あや、げん、か、やす、すむ、げん、だん、げん、けにな、へそ、 ゲん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 かんゲんも、げんハみんなもつ、うなお、カんえイ、えイ、えイ、マモル、イッパクト、エこっち、まさ、エン、あて、エン、と、かき、ここ、いんいんえんえんフチ、ひめ、エン、さる、エン、エン、カ、なまこっち、カン、ナカエカん、ウ、と、エビ、 神社佐々原広幸横山松一エリクロック国立国語研究所プロジェクト選書シ現代日本の遺体や座漢字環境学助説賛成等2003年36ページありがとうございます